2020年9月2日第8回首都防災ウィーク11時からの番組を始めます井上特番影八島先生アトミ学園女子大学教授聞き手は笠西優香さんにお願いいたします します。はい、おはようございます。おはようございます。ます原さんありがとうございます。はい,ますはい、よろしくお願いします。第八回首都防災ウィークということで、えっとイノーポター特番。今日はえっと十一時からですね。でこの後と十一時三十分からももう一つ特番ということで、えー、ご出演いただいて、こうトークセッションのような形でお送りできればなと思っております。で初めにですね、もう早速あのお時間も三十分で、あの。 鍵屋先生たっぷりお話しされると思いますのでそしてたっぷりとお話をお伺いしたいのであの早速始めていきたいなと思いますただですねちょっと私が急に出てきて一体誰やねんという風な形で思われたかと思いますので少しだけ自己紹介をさせていただきたいと思います。こちら見えますでしょうかはい このあ、えっと鍵谷先生にご出演いただきまして岡野屋様にご出演いただく形になるんですけれどもあの私は、えっと、株式会社百年防災者という、えっと、会社の笠井由香と申します。で防災士の資格を持ちつつあの葛飾 FM というコミュニティ FM 局で「かつを備えちゃおう」というような「まあのつぼ」活動というのは葛飾 FM のキャラクターの名前なんですけれどもそのかつと一緒に防災に備えていこうということで「かつを備えちゃおう」という生放送番組を週に1回お送りします。 お送りりさせてていいただいておりますで。それと合わせて法政大学の人間社会研究科で今あの研究生として防災のコミュニティってどうやったら作れるんだろうということを研究しながら活動をしております。はい、では今日聞き手ということで、えっと、進行させていただきます。 ありがとうございます。じゃあ、この後あのせ皆さんの質疑応答のお時間もございますので、ぜひ聞きながら、こんなこと聞きたいなというのをメモしといていただければと思います。それでは早速、えー、鍵谷先生にお話をお伺いしていきたいと思います。改めまして、熱見学園女子大学教授、一般社団法人、福祉防災コミュニティ協会代表理事の鍵谷はじめ先生です。今日のテーマは災害関連死を防ぐとということで はい、ではカギヤ先生よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。えー、あ、<laughs> これ大きくならないねあ。私の画面は大きくならないですね。これ喋ってる<や>あ、そうか。スピーカービュー。いやスピーカービューにしてたから。スピーカービューになると私のがであ、すみません。まああの大きな災害になるとですね、あの大変あの関連死が増えるんですね。ちょっと今日はその関連死防止の話をあの。 メインでお話をさせていただきたいと思います関連詞だけは防げるはずなんですよねちゃんとやっておけばということであの進めたいと思いますこれで共有されていますか大丈夫ですかはい大丈夫ですはい。 えっとまずは今年の7月の熊本豪雨災害でございます、えー、こうやって赤ちゃんがもう助けられるっていう、要するにお母さん何やってたんだなんて思われるかもしれませんでもこれはあの非常に厳しい災害だったということの象徴でもありますえっ、ー、とまだ全然片付いてないところもあるんですよねでなぜが厳しかったかというとこの右上のグラフをご覧いただきたいと思うんですがこあの 7月3日のです、ねまあ、よ11時くらいまでは本当に大したことなかったんですね、150ミリ弱くらいの,あの累積雨量しかなかったんですが、その後1時過ぎからどんどん雨が強くなって、100ミリ、120ミリ、130ミリというようなことがずっと続きました、7時間で600ミリの雨量という、こういう状況で、しかも真夜中ですから。 なかなか避難ができないという非常に厳しいあの災害だったというふうにあの考えられます。で、江東5区の水害リスクというのをあの発表されていますけれども、これを見ますとですね、3日間総雨量、荒川632江戸川491というようなレベルなんですけれども、この、うん 7時間で600ミリというような雨が降ったことを考えると、もうこの洪水浸水想定区域よりも、もしかしたら大きくなるかもしれないというような状況であります。えー、荒川が、堤防が壊れちゃったらですね、ま本当にあの首都圏は水没すると。そしてしかも水没するだけではなくて、右側の方のグラフでは、2週間以上水が引かないというような状況になる可能性も高いわけです。 えー、そういった意味では、あの本当に、えー、大災害になるリスクというのが、実はもう目の前に迫っているというふうに考えていいのではないかと思います。これはあの14人の高齢者の方が亡くなった熊本の千住園というところに行って、手を合わせてまいりました。えー、状況としては大変厳しくてです、ね、まだ片付けの手も入っていないという状況でございます。 これがあの,戦時への中になります。えー、このようなあ中で、えー、14人の方が亡くなってしまった、えー、普段からです、ね、一生懸命訓練をされていたそうなんですけれども間に合わなかったとそれは、えー、一言で言えば水は早い水は早いものすごく早いということですねで2週間経った状況で人吉市内はこのような状況でしたもうゴミが全然片付いていない これは外からあのボランティアが入っていないということなんですね。被災地では市役所の職員そのものも被災しているわけです。そってなかなか被災地だけの力では片付けることも難しいですよね。外からの外部支援が必要なんですね。でこれはあの避難所の中でございました許可を得て撮影をさせていただきました。 ここは熊村の人が避難しているんですが場所は人よししないですねそして猫と犬これも結構重要なパートナーで実は猫犬のいる人の半分はですね猫犬がいるので避難をためらうって答えているんですねそういうデータもあります、えー、ケージの中で飼うことを鳴らしておく必要があるんじゃないかなと思います これは去年の千葉県の館山市の避難所の状況なんですがもう3密そのものですねしたがってコロナ禍ではこういうあの避難の仕方っていうのは具合が悪いということになりますで災害関連死の状況、えー、とひとまとめにしてみました阪神・淡路大震災で921人の方が関連死になったかなりあの大きな問題になりました えー、そして新潟中越地震、熊本地震、えー、本当に多くの関連死、2年前の西日本豪雨災害でも関連死がもう74人もいらっしゃるというような状況になって、大変心配ですで。災害被害の方程式と言いますけれども、これはハザードと人口と社会の脆弱性の掛け算ということですね。ハザードとというのののの、は地震の強さかか雨の量とか台風の 強さというものですね自然の外力ですで人口の多いところを襲って社会が弱ければ被害は拡大するでこの社会の脆弱性っていうのがですね大変高まっている、まあ、大変失礼なんですが75歳以上になると一般的にですね、えー、行動力が弱くなりますその75歳以上の人は、えー、1995年阪神・淡路大震災の時は717万人 それが2020年には1750万人、まあ、25年で2.5倍になっているそれから単身世帯が25年で3.2倍になっているこのあたりがです、ね、非常にその高齢者がものすごく増えてその人たちの逃げる判断あるいはすぐに逃げられるかという行動力が弱いということで災害の被害が大きくなる可能性が高い。 しかも近所付き合いはとても減っていて町内会自治会への参加も少なくなっている消防団も減っていて自治体職員は20年間で16%も減っているというような形で支えての近所ご近所さんそれから消防団自治体職員いずれも少なくなっているという状況ですから社会がとても弱くなっているということはあの。 お分かりいただけたかなというふうに思いますで東日本大震災でもかなり多くの方が、えー、関連死になってしまっています3739人というのが昨年12月段階でございましたで関連死まで行かなくてもですね、要介護状態になるという方も実は増えています東日本大震災では、えー、石巻を除いて えー、岩手、宮城、福島ではあー24%新規医療、えー、介護者が増えています中でも福島県が38%増全庁避難した富岡町は約4倍ということになっていますその増加した理由は河川住宅など避難先の生活の影響による心身の衰えということになっています。まあ、あのそれまで、えー 住んでいる町の中で,です、ね、それなりの生きがいを持ってあるいは親子を持って一生懸命動いていた人たちが避難先に行ってもうあのやりがいがなくなっていく体が動かなくなっていくという状況が目に見えてとてもつらいですでこれは熊本地震でもやはり益城町で20%増西原村で18%増というように、えー、要介護者になっていくという人が増えていくというあの厳しい状況がございます。 さらに、要介護者は体の衰えだけではなく心も厳しいということでこれは2010年度と2013年度を比較した福島県の要介護者の状況です。毎日の生活に充実感がないという人は震災前は20%だったんですが震災後には50%に迫る。楽楽ししんでやれていたことが楽しめなくなくった いう人も震災前20%弱だったのが40%を超える、楽にできていたことが億劫に感じられるという人も、えー、35%が60%というふうにうつ状態の要介護者がどんどん増えていくということで非常にあの高齢者は厳しいあの避難生活を送っているというのがお分かりになったかと思いますその先に関連死があるわけです。 えー、熊本地震ではあの大変あの関連者が多いということで問題になりましたで熊本県が分析をしてくださっています、えー、右上のグラフをご覧ください8歳から死亡までの期間が短いですね1週間以内でも50人以上の方が1ヶ月以内ではもう合わせて120人ということでございます、えー、そして死亡時の年代はあ左下のグラフをご覧ください 年代が上がるにつれて高くなっている、つまり、えー、高齢になればなるほど避難生活は厳しいということが言えるかと思います。そして亡くなった方なんですが、一番どこで亡くなったかということなんですが、一番多いのはなんとご自宅なんですね。これはあの私にとっても衝撃的なデータでございました、約4割はご自宅で関連死をされている。 そしてご自宅からです、ね、入院または入所して亡くなった方が23.9%ということで約4分の1合わせると6割以上の方はご自宅にいて具合が悪くなったということがわかります一方で避難所にいて亡くなられた方は上から3番目10人ということでございまして5.1% 避難所の方が目が届くのでいろいろとおケアをして早めに病院に連れてってもらえたりするんですけれどもご自宅が危ないということで災害後はです、ね、在宅でのお支援ということが重要だということがあの熊本県の調査からは分かってきました、えー、高齢社会の災害では直接死もちろん怖いわけですしかし関連死ということにも十分に配慮しなければいけない。 で最重要な応急対策ととといいうのは、は災害関連症を防ぐことだと私は考えています、えー。コロナ禍での新しい避難生活で、えー、学校の体育館で雑魚寝というのはもうだめだよ、えー、コロナはうつっちゃうよ少人数分散生活と言っていますけれども私はですね、これは関連死を防ぐためにも非常に重要なことだろうと思います。 やっぱり良い環境の下で避難生活を送るなぜかあの日本ではです、ね、避難者がおいしいものを食べていたりです、ね、のんびりしてると責められる雰囲気がある。避難者なんだからもう少し質素にちゃんと生きなきゃいけないみたいな,なんかそういう感じがしませんか そんなことないですよね。もう家を、もう場合によってはもう大きな被災を受けて家を失ったり、あるいは親族にご不幸があったりする人たちです。えー、なんとかその生活にですね、少しでも潤い、ゆとりというものが逆にあった方がいいんじゃないでしょうかで。そこで注目されるのが、できるだけ体育館に行かないという避難の仕方です。えー、自宅で暮らす在宅避難が一番です。それから、えー ホテル、旅館というのを今年度から政府も積極的に押し出すようになりました。親族、知人への遠行避難。それから、そもそも昔から通っているデイサービスの場所を福祉避難所にする。あるいは、それぞれの体育館、学校でも教室を福祉避難スペースにして、赤ちゃんのいるお母さんでも安心避難してできるようにする。水害であれば 車中泊も1泊2日ですからそれも一つの方法だろうそして学校の体育館をなるべく空けておくということが大事になってくるかなと思いますさて、えー、災害後にですねさっき言った要介護者を支援するというのは福祉事業者なんですがこの人たち福祉事業者が BCP を策定していないという率が非常に高いのが課題になっています。 まあ一般に若い人であれば、えー、まず避難を無事に終えればその後とはなんとか自力で生き延びられるわけですが高齢者や障害者の場合、えー、避難した先にも福祉サービスの継続っていうのが必要なんですよねところがこれができていないんです。でこれはあの福祉施設と医療施設が BCP ができていないということを示したえ内閣府の調査なんですが。 このあとですね、何度か調査をしているんですが、データを公表してないんですね。まあ、きっと著しく低いからです。データを公表しないというのは、えー、正しい政策判断をする上で、最もあの具合が悪いですね。福祉施設がどれくらい BCP 作ってるかわからないのに、えー 福祉施設の BCP 進めようというわけにはいかなくなってしまうんですよね。で、大災害時消防防災計画っていうのは、まあ施設が大被害で使えない場合の安全な避難っていうのも実は相当難しいんですけど、代替施設の利用者ケアっていうのほとんど考えていない。考えていないから避難が遅れるんですね。そう思いませんか。もう代替施設で早めに逃げたっていうところも今回あります。そういうところは。 もうあの早い段階で、えー、お願いしますねって、避難先を決めてるんですよね。えー、熊本の千住園さんはちょっと責められないのは、球磨村にたった1つの特別養護老人ホームなんですね、そうすると市町村を越えて受け入れていただかなきゃいけない、なかなかそれは難しくて、ですつ、ね、らかったろうなと思います。 で施設が無事で周囲が大被害の場合は今度はその施設に周囲の人が押し寄せてきます東日本でも熊本地震でも300人から500人の人が福祉施設に押し寄せてきてどうにもならなかったというような状況がありますこれらのことから福祉施設では単なる消防防災計画ではなくて福祉防災計画っていうのを作っておくそれによって関連死を防ぐことが大事になってくると考えています 今までの消防防災計画に加えて2番の避難確保3番の福祉事業継続そして4番の地域貢献連携という形で福祉施設が地域の守り手になるあるいは地域の人に支えていただくというような形で利用者さんそして地域住民の高齢者を守っていくということがこれから大事になります。 福祉防災計画って難しいんでしょうとよく言われるんですがそんなことはありません、えー、これはあの東日本大震災後、えー、3年間、えー、厚生労働省から研究費をいただいて、えー、重要な要素というものを抽出しましたこの安全な避難方法避難場所安否確認優先順位を決めて職員の参集と応援者を確保する地域貢献福祉避難所のルールを作る そしてそれらを支える物資を準備するということでございましたのでえきちんとやればできるということだろうと思いますまあ、こういう本も作っておりますので、えー、この後出てくるお金屋さんもあの一緒に書いていただきましたひな形で作れる福祉防災計画ぜひご活用いただければと思います 最後に私たちがあの今取り組んでいるみんな元気になる福祉避難所という事業をご紹介したいと思っています。災害関連死ゼロを目指すということですけれどもまずそのためにですねそこで避難先のない障害児保護者という課題もありましてまずは特別支援学校を福祉避難所にしよう。 電気、トイレもうとにかく、ね、電気とトイレがないとです、ね、避難生活はとてもとても厳しいんですよね。それからマニュアル訓練をして避難所を整備するで全国に1131の特別支援学校、あの分校等がございますけれどもそこに電気、トイレを分散備蓄しておいて災害時には被災地にそれらを全部集中する。それによって 特別支援学校だけではなく福祉避難所は一般避難所にも電気とトイレを届けようということを考えていますそしてその費用は金曜版ふるさと納税でいうことでございます都道府県の特別支援学校から全校の特別支援学校そして福祉避難所一般の指定避難所にということで関連者をゼロにしていく というのはですね、熊本地震の後にこれは熊本県の知的障害の PTA の会長さん、木村さんという方が、えー、いろいろとご提案をいただいているんですね。事実として特別支援学校の子どもたちやその家族の避難先は車中泊がなんと65%です。いいいんですか、そういう。 一番厳しい人たちが車の中でずっと暮らさざるを得ないというそういう環境が果たしていいことなんでしょうやはり慣れた特別支援学校でぜひあの安心して暮らしていけるようにしていきたいというふうに考えていますこれは大阪北部地震の後に保護者の方々にアンケートしましたどこに避難したいか、まあ 家から離れたくないので地域の小中学校に避難したいという声は多いんですけれどもしかし子供たちは辛いですね自宅から遠いけれども慣れ親しんだ支援学校に避難したいという数もほとんど同数でございましたところが特別支援学校を指定避難所としている市町村はわずか12%だから88%の障害児の市町村は 特別支援学校にさまざまな道具を用意しましょうということを考えています、まあ、一番左上、えー、これは福祉避難所の開設の運営マニュアルあるいはキット災害対策本部をすぐ立ち上げられるものですそして右側は、えー、バリアフリーで水なしで清潔に処理できる ラップポントイレというトイレです。左下は200ボルトを動かせる給電器です。200ボルトを動かせるというのは冷房と、それから冷蔵庫を使えるということになります。将来的にはこんなもんも特別支援学校に用意して災害時に備えたいですね。で、今、企業版ふるさと納税というのが今年度非常に拡充しました。 全国1135校なですが最大9割法人税減減になります100万円寄付して100万円寄付すると実際90万円戻ってくると全国1135校での整備は約1校あたり400万円で45億円ですこれら1社あたり1500万寄付してもいいよという企業が300社あればですね150万円の負担で 300社を集めきれれば全国の特別支援学校を整備していきますしその整備したもので被災地の福祉避難所あるいは指定避難所を応援できるという仕組みを考えています特別支援学校をぜひ子ども福祉避難所にしようという動きはおそらく今年度中にもっともっと大きくなると思います私たちは普段から このような質の向上を考えておき、そして感染症は再害があってもえ、落ち込みは少なく復旧・復興があのうまく進むという、まあ、福祉避難所にしていきたい。私たちはコロナ禍、災害を経験した世代でありますえ。次の世代のために福祉避難所をきちんと整備して責任を果たしていきたいなという思いでいっぱいであります。 こちらあの私の大好きな孫子の発言なんですが古のよく勝つものは勝つべくして勝つものないよく戦いて勝つや有効なく地名なしという言葉があります孫子が調べたら必ず勝つ将軍がいたんですね昔。おかしい必ず勝つのに全く有名じゃない調べると敵の2倍3倍5倍の兵力で攻めました 敵が内乱状態の時に攻めました。あなんだ、そりゃ勝つわないうことだったんですね。だから必ず勝つ者には勇ましい功績もなく素晴らしい作戦かという名声もない。しかし、それこそが最高の将軍だと孫氏は褒めたたえるわけです。味方の兵を傷つけずに目標を達成する最高の将軍だ。であれば、普段から、えー、このような準備をしっかりしていて、 ですね、このような準備をしっかりしていて災害時に、えー、このようなものが被災地に届くという仕組みを作っておいてあなんだトイレも電気も大したことなかったねと、えー、十分やれたねということほど、えー、最高の将軍になる道ではないかというふうに考えていますそのためには企業版ふるさと納税という新しい制度を上手に活用することが大事かなと思います、えー、ということでお話を終わらせていきます どうもありがとうございましたありがとうございました鍵谷先生 あのもう衝撃的な数字、特別支援学校が指定避難所とされているのが12%、そして7割の福祉,避難あ福祉施設が BCP に対して無関心というような、まあ、あのデータが更新されている可能性もありますけれども、結構衝撃的な数字が並んでいるなとで、その中で最後、企業版ふるさと納税ということで、この課題いっぱいの状況を企業が応援するというあ、まさに共助の状況がこれから築かれる可能性が広がっているなというふうに。 すごく感じましたであのちょっとお時間がですね11時30分に今もうまもなくなろうとしていましてであの次の岡野谷先生も今いらっしゃるんですけれども少し皆さんもあの聞いてて質問したいなと思われてるかと思いますので岡野谷先生ちょっとあのスタートは5分ぐらい遅れてるのよ。 いやおっしゃる通りでございます。<laughs> じゃああの少し、えー、ご質問をあの受けたいなと思いますので、あの聞いてみたいという方いらっしゃったら手を挙げていただいてもいいですか。あはいあ、はい、じゃあ滝沢さんお願いします。そうですね。えあの福祉ナショの重要性非常に、えー、よくわかりました。 それだけやはり無関心なところもあったりですね BCP を作成できていないというのは非常にまあ衝撃というか、えー、そんなに無頓着なのかなとまあ逆に言うとそこまで手が回らないのかなと思っていますて一番うちの母が今特養介護で特養にお世話になっているんですけれどもそれはあの葛飾区でも一番最初に最後にできたもう最初から福祉避難所の機能としてはもう日本でも指折りの素晴らしい施設なんですけれども。 えーまあ、いざという時にはもう何百人規模で、えー、南に収容できる、えー、ちゃんと備蓄をしてある、えー、でそ,んでそこらの小学校よりもはるかに能力高いところなんですけれども、そのその施設がです、ね、でもうこの3か月、4か月、コロナのおかげで、一切家族もいる、立ち入り禁止、面会謝絶ということは、ですね今まさにここで災害が起き,起きました。福祉診断所に否定されてますところはもう 我々も近づけないんですからそういう場合も一切機能しなくなるこれが今コロナ禍の、えー、特にこの特養関係の人たちはみんなその感染を恐れてますからもう家族体ともいえども一切シャットアウトですからそれをどうするかってことはですねこれ個々の施設の問題もあるんですけども全体としてのルールというか枠組みとか何かないもんかなと思って鍵屋さんからですねそういうサジェスチョンといいますかせっかく いい施設あるのに、今の状況ではまるっきり使えないというところですね。なんか打開できる術がないのかなってことで、質問します実際にですねこの間の、えー、っと豪雨災害では、避難を断られたという例はあるんですね、福祉避難所にそもそも行く予定で、そことはもうマッチングも済んでいて、そこに行くということは決まっていたのに、今、コロナなので受け入れられませんという話なんですよね。うん やっぱりある程度、高齢者、障害者に関しては PCR 検査をしておいて、ですねそういう人は受け入れられるという環境を整う弱い人から守っていくというのを、社会の中で合意形成しておかなければいけないのではないかな、これからあの東京都はあの、高齢者、障害者、それからあ入所してる方とかね、施設の利用者を PCR 検査無料でやるというふうに出てますけれども、おそらくそれは災害時にも非常に有効だろうと思いますね。 ただ、家族の方も一緒に行かないと、ですね、施設の人の負担が増えるんですよね、そういう意味では、もしかしたらホテル、旅館というものを、もうその災害が発生した瞬間に、ですね、空いてる部屋を全部押さえて、えー、高齢者、障害者をもう優先的に入れていくということも必要になってくるかなというふうに思います。はいありがとうございました。 ありがとうございます。本当面会謝絶、遮断の状態でね、辛いですた、ね、ぶ、うん、多分面会謝絶されてると、入所者さんたちもすごく辛いと思うんですよね、だからやっぱり PCR 検査を受けて入れるっていう、もちろん PCR 検査もね、7割とか8割しか確実ではないので、怖いといえば怖いんですけれどもね、難しい場面ですね。うん 災害関連死のデータも、その自宅にいた方が、六割でっていうようなデータも、やっぱり孤独っていうのは。すごくなんか、大きな原因になるんだなと。です本当そうです。うん、あの、熱中症になっても、誰も気が付かないっていうことなんですよね。そうですよね。はい、ありがとうございます。もう、お一方、どなたか、何かご質問ございますか。<ん>お、声が聞こえました。ああ,あ、滝沢さん。はい。 あのえー、今度は在宅避難の話なんですけど在宅避難でこの間はあの地元の小学校で、えー、施設の人と話したんですけども、まあ、結局ですね、うん、在宅避難してて、えー、避難所に物資と情報を取りに行きましょうとさっき鍵屋さんの説明がございましたけども、はい、結局避難所にいてる人泊まったりそこにいる人が優先になっちゃって。 おお在宅避難してる人はですね後回しになったり支援が受けられないという不安がすごいあって、まあ、それは過去いろんな熊本でも何もあったんですけどもそれに対してあらかじめそういう心構えがないような気がしまして、ね、避難所運営する方がで,、ね、ですからもうちょっと前面にその在宅避難してようだけじゃなくて在宅避難の人がどうやったらその支援を受けられるかという道のりをですねやっぱり作っとておいていただかないと。 安心して在宅できないというところもあるので、そそこら辺はいかがですか。がでですすうねあの。まずあの避難所で支援を受けようなんて思わないですよね、元気な人はね、<laughs> 自分で備えて、もう食べ物がないとか。そね、もう一つは、ですね、1週間後にはコンビニを必ず開けるというのをその具体的な。あの 目標にしたらいいと思うんですよねスーパー、コンビニは1週間後に必ず空きますよとそのためにこういう手順を定めていて、えー、まあそれが3日遅くなったり早くなったりするかもしれないけれども必ず1週間後に開きますとかそれまでの間は自分で耐えてくださいと。で、物資の支援物資とかはもう東京の場合はもう物流も非常に難しいですよね。そういうい意味でも 1>, かまあ、あの1週間後にはコンビニ開けるという目標を出してくれと、まあ、私も事あるごとにお願いをしているんですけれども、えーまあ、そういうつもりではもちろんコンビニ業界もスーパー業界さんも一生懸命やっているんですけれどももう少しその国全体の目標として、ね、支援物資に頼るという今までの形から、えー、きちんとした物流を回復してそしてあの普通にビジネスとして、えー、1週間後にはあの治るできるんだということが大事なんじゃないかなというふうふに思います。 ありがとうございました。ですか。はい。あすいません。えー、っとですね。千六月ぐらい前にあの BCP についてあのマリアさんと話したんですよ電話で。その時にあのやっぱり福祉、えー、事業所が 全然 bcp に対して興味を持たないっていうことを非常に嘆いていらっしゃいました。やはり同じ状況をあのウェイる人はたくさんいるんだろうなと思うんです。けれども、えっ、ー、とそれ。そのそういうソフトの開発と。それからもう一つ。先ほどの4つのあれを各企業にあのえっ、ー、と。 提供してもらうという言い方が合ってるかどうかわからないんですけど参加してもらって備えていくというそのやり方とやはりソフトとハードとその,あの物資の、ね、部分とその BCP の部分ソフトの部分を組み合わせて各事業所にあのこう提供できたらもっと良いかななんて思ったんですね。あの 本当にマリアさんにその話聞いてええマリアさんあなたでもできないのっていう感じでびっくりしたんですあの厚生労働省のお尻を叩かなきゃいけないんですよねで。厚生労働省、今回初めて介護保険計画に災害と感染症のことを書く市町村の、ね、介護保険計画今までは災害のこととか感染症のことは書いてなかったんですよね。 で今回初めて買うことになって、まあ、BCP 入れてくれるかなと思ったら残念ながら BCP まで入らなかったんですけれども、まあ、流れとしてはそうなると思いますもうあの次回の介護保険計画のその基本項目の中に BCP 入れてもらえるようにまあ,あの 頑張らなきゃいけないなというふうに思いますし分散備蓄収集中運用というオールジャパンで被災地を支援する仕組みを事前に作っておくことが大事かなと思いました。あの自宅での、ねえー、と避難ととということも考えると あのえー、と先ほど出てきたあのバッテリーがいくらっていうの、この間、引きかえ屋さんにお聞きしたばっかりなのように忘れちゃったん,でしたんですけれど、自宅がやっぱり自分の居場所として確保できるところも大事なので、私もそれを買いたいなと思ったんですけれど、あれおいくらでしたっけ安いのだとあの、10万円以下で発電機は買えます、うん、ありがとうございます。えー はい、柴田さんああありりりがががとととうううごごござざざいいままししたそして影谷先生もありがとうございます今本当おっしゃったとりオールジャパンもなんかこの課題の中であの、まあ、学校期間に支援学校なので教育委員会もだしあとコンビニの協力、まあ、企業ですよねあとホテル旅館とか本当に民も公もでもみんなが協力してオールジャパンで乗り越えないとやっぱり課題って解決しないんだなっていうのが本当によく分かりました。 鍵谷先生、ありがとうございました。ありがとうございました。皆様、拍手をお願いいたします。<laughs> 自分で拍手しちゃダメか。はい,はい,はい、や、<laughs> いや、ぜひ。ありがとうございました。では、えっと、半まで、あの、鍵谷先生の前と一旦原さんにお戻しいたします。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。